Yeah!
最後までよくわからへん集団やったな。まだ深淵の先は長そうだ。一度現世に帰ろう。じゃあナナナはこの辺りで待ってるよ。すぐに戻ってきます。キャンプしてるね。キャンプファイヤー。もう少しだけ待ってて。以来少し平気か？大丈夫ですよ。どうしたんですか、センさん。以前、レイが言っていたこと。1年前のバス事故で、友人が亡くなったという話が気になっていてな。それはもしかして、私が巻き込まれた事故と同じものか。はい、すみません。同じバスに乗っていた、センさんの前で話すことではなかったですね。いや、大丈夫だ。ただ、レイが間接的にでも、あの事故と接点があったことに少々驚いたくらいだ。辛いとは思うが、よかったら友人のことを聞かせてもらえないか。あの事故に関係することは、できる限り知って、記憶に留めておきたいんだ。ただ一人、生き残った者として。わかりました。ミナのユーリー、それが彼女の名前です。ユーリーとは同じ中学校で、入学した時に知り合いました。私はクラスの中でも一人でいることが多かったので、そんな私を見かねて彼女から話しかけてくれたんです。綺麗な子で大人びていて、いつも落ち着いていたから誤解されて冷たく見られることもあったけど、本当は寂しがり屋で、誰よりも周りに気遣いができる優しい子でした。私の大切な親友です。一緒に
中学校を卒業したかった。すまない。辛い話をさせたな。あ、いえ。私も聞いていいですか？ユーリが亡くなったあの事故。事故の前後で何か変わったことはありましたか？答えたいのだが。あの時、車内でユーリ、中学生の女の子が電話をかけていませんでしたか？いや、悪いが、私は事故が発生した前後の記憶がほとんどないんだ。かすかに覚えているのは、あのバスで母が隣の席に座っていたこと。次の記憶は、救出された時のものだ。病院では、事故のショックが原因だと言われたよ。そうですか。何か気がかりなことがあるのか？バス事故があった直後の時刻に、電話がかかってきたんです。ユーリから。最後に、親友の声を聞きたかったのだろうな。そうであれば、まだ救いがあるのですが。話を聞くばかりで、力になれずすまない。いえ、いいんです。埋め合わせというわけではないが、私でよければ、いつでも相談に乗るぞ。ありがとうございます、センさん。それでは、また変国でな。少し整理しましょう。涙の辛さを知ったから、得られる強さもあるはずだから。心も頭も整理しましょう。